人は人、うちはうち、鬼は外、福服は内うち、みたいな感じですよね。まあけど、自分が知らなければ、見ていなければ、その世界はないのと同じです。私が日々、麻雀に明け暮れて、麻雀で起きた一喜一中を、世の中の出来事というふうに思っていたぐらい、どうしようもないことで世界を埋めていたわけですよね。でも、麻雀店で働いていた私が、一歩、インターネットの世界、ビジネスの世界、 アフィリエイトの世界情報発信の世界に入るとその景色っていうのは一変したわけですよねそのマージャンでゲーム代を稼いで宿泊するよりも情報発信をして大きな影響力とともにアクセスここに全勢力を注ぐと全然違った景色が見えますねそれこそねテレビ局の人は高い年収とか言われてますけどもいやそれを知って,てそっちに進んだとしたら本当にねずるいなと思いますね 教えてくれよといやインターネットの世界ですらこんな人生が送れるんだとしたらまあテレビマンの方とかねすごい世界を見てるんだろうなと思いますじゃあ障害賃金ぐらいあっという間に稼げそうだけどなんで会社にいるのかなテレビ局で勤めてるのかなってことを私なりに考えたんですけども多分面白いんでしょうねお金の心配はとりあえずないとでもいろんな企画も面白いしどういう風に放送するか 視聴者がそれによって数千万人の視聴者が右行ったり左行ったりする。まあそういったある種放送による権力構造ですよね。もう放送っていうのは常にこう権力ですよもうすでに。あの、第三の権力とか言いますよね。えー、立法、司法、行政って三つの権力があって三権分立って言いますけども、四つ目の権力は放送ですよ。報道ですよ。この権力はすごい。 何を放送するのか何を放送させないのかってことを選択することによってもう人の心っていうのはねいくらでもいじることができて例えばどうしようもない人を売れっ子にすることもできるし売れる素養のある人を潰すこともできるどっちもあると思うんですよ。ね、日々テレビに出る人それは本当に人気で出るのかそれともその人がやってることを面白いと感じなければならない 国民性が長い時間の間に刷り込まれるのか。この人の言ったギャグで終わらなければ、ちょっとね、いけてないやつって思われるから仕方なくそれを面白いというね、テンプレートにはめるのか。いやー、様々ですね。いやー、なかなか面白いですね。あなたはどうお感じになるでしょうか。いってらっしゃい。